どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、JAL が新しいフライオンサービス、ダイヤモンドメタル特典をですね、発表いたしましたので、本日はこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、JAL がですね、こちらの新しいフライオンサービスということで、 JMB ダイヤモンドの中にですね、ダイヤモンドメタル特典っていうのをですね、今回ね、発表いたしましたということで、このね、JAL のこのメタル特典っていうのはですね、まあ今もね、隠れステータスみたいな感じで、一応あったんですよね。まああったわけなんですけども、まあ今回ですね、ちゃんとね、まあ公式サイトに載りましたということで、まあ今回ね、発表されておりますので、JAL のステータス程度ね、まあ気になる方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。 ということで、早速ね、内容に入っていきたいと思うんですけども、JAL のね、今のステータスはね、まあこういった形になっておりまして、クリスタルサファイア、JGC プレミア、JMB ダイヤモンドっていう風になっているわけなんですけども、このね、JMB ダイヤモンドの中に、ダイヤモンドメタル特典っていうのを2024年の4月よりですね、新設しますっていうのを発表したんですよね。 で、2024年の4月からっていう風になりますんで、あと数ヶ月でですね、4月になりますけども、今年の4月からではなくてですね、2024年のね、4月からっていった形になります。で、今回のね、このダイヤモンドメタル特典の、えー、達成条件なんですけども、 まずフライオンポイントが15万フライオンポイントもしくは回数使用でジャルグループの飛行機180回プラス5万フライオンポイントの獲得ということでハードルはねかなり厳しいですよねで気になるね特典なんですけどもまず一つ目ですねダイヤモンドメタル特典の対象専用の 限定デスクがね、利用することができて、二つ目がですね、国際線航空券、えー、航空券取扱手数料無料ということで、で、三つ目がですね、対象路線、対象クラスへの国内航空券の予約確約ということで、四つ目がですね、ボーナスマイル、三万マイル、五、えー、つ目がメタルカードの贈呈っていった形になります。で、一つ目のですね、ダイヤモンドメタル特典の対象者専用デスクなんですけども、まあ、これはね、あの、ダイヤモンドメタル会員のみ がね。利用することができるまあ、専用のね。電話の窓口っていう風になりますんで、これはねめちゃくちゃいいと思いますね。まあ、私ね。 もうそろそろね、ANA のダイヤモンド終わってしまうんですけども、ここ3年ぐらいですね、ANA のダイヤモンドね、ずっと持っておりまして、まあ利用させていただいてたわけなんですよね、ANA のダイヤデスクっていうのを。こちらね、やっぱりね、すぐ電話繋がるんですよね。2023年3月現在ですね、最近ね、電話された方とかね、1時間かかるとかね、もう本当にもうちょっと前とかだとね、本当に3時間かかったりね、あのしてたわけなんですけども、まこのね、ANA のダイヤとかね、持ってると、まずね、まあ3分以上と、 とかね、待ったことないので、本当にね、この専用デスクっていうのはね、非常にありがたいですよね。で、二つ目ですね、国際線航空券取扱手数料無料ということで、え航空券取扱手数料は、お電話、JAL しないカウンターでの国際線航空券発見、特典航空券含むということで、こちらで新規変更を受け止まる際に、え手数料ね、 ご同伴者と一緒にですね、こちら無料でね、利用することができるって言い方がちになるんですよね。まあこれもですね、やはりね。 あの、電話でね、発見する場合であったりですね、手数料ね、かかんないで利用することができるっていう風になりますんで、こちらもね、非常にいい特典ですよね。で、3つ目、対象路線、対象クラス、国内航空券予約確約ということで、これね、あの、ここの対象路線だけはですね、確約でね、利用することができるということで、対象者はですね、こちら、ダイヤモンドメタル特典の基本会員のみっていう風になっておりまして、対象路線は羽田痛み路線、 田札幌路線羽田福岡とということで対象クラスが普通席で対象運賃なんですけどもフレックスなどの予約変更可能運賃っていうふうになっておりまして株主優待 運賃は、ね、除くってっていた形になりますで、受付開始がですね、JMB ダイヤモンド JGC プレミア会員限定の先行予約よりご予約ね、お受けいたしますということで、えー、受付の締め切りが出発の2日前22時までということで、まあこちらね、住まいとかね、営業時間によって先にね締め切られる場合があるそうなんですけども、まあこういったね、特典があるっていった形になります。で、4つ目ですね、3万マイル贈呈ということで、サービスご利用期間開始の4月頃に、ね ねこちらボーナスマイルということで3万マイルがねもらえるって言った形になりますでて5つ目ですねメタルカードの贈呈ということでちょっとね画像は小さくて見づらいと思うんですけどもまあこういった感じのですねじゃるダイヤモンドメタルのカードがですね一応こちらねチタニウム製みたいなんですけどもまあこういったものがですねもらえるって言った形になるんですよねでまたですねこちらメタルカードもねもらえるみたいなんですけどもまたねカードを収納できるバゲージタグも付属品として多、えー いいたしますということでこのカードがそのままバゲージタグにねなるようなまあ、そういったのもですね一緒にね送られてくるっていう風になりますんでこれはね非常に楽しみですよね一応ねチタニウム素材らしいですけどもねこればっかりはねちょっとあの今までねあの冒頭にもね言ったと思うんですけどもこれ JAL のねダイヤモンドメタル特典っていうのは以前からね隠れ特典であったんですよねででですのであののああとかでねあの メタル特典とかね、検索していただくと、まあ、普通にね、あの、出てきたりするんですよね。まあ、その時の方だと、あの、チトニウム素材でね、作られているっていうそうなんで、多分同じものだと思うんですけども、まあ、気になる方はですね、ぜひね、ツイッターで、あの、JAL メタルカードとかね、まあ、調べていただくと、出てくるかな、なんていうふうに思いますので、まあ、気になる方はですね、ぜひね、チェックしてみていただければな、と思います。まあ、こちらね、いいですよね。やはりステータス仕様ね、すると、まあ、こういうのがね、 もらえるのはねやっぱり嬉しいですので、ね、これはねちょっといつかね獲得してみたいですよね。 ということで、今回ですね、JAL がね、新ステータスをね、発表いたしましたということで、解説ね、させていただいたわけなんですけども、まあ、位置的にはですね、ANA にもですね、ダイヤモンドあって、ダイヤモンドプラスモアってありますよね。まあ、あれに合わしてきた感じなんですかね。まあ、今回ね、JAL のこのメタル特典っていうのが、まあ、もともと隠れ特典みたいだったのが、高評価されたっていう感じですかね。今までね、このメタル特典っていうのは、まあ、どれだけフライオンポイントを獲得したらもらえるとか、まあ、回数どのぐらい 乗ったたららもらえるみたいなね、まあ、そういったのは一切ね、公表されてなかったわけなんですけども、まあ、今回ですね、まあ、表面化されて、えー、年間15万オフライオンポイント、もしくはえ回数修行で180回プラス、えー、5万オフライオンポイントで、ね、獲得すれば、このね、ステータスになることができるっていうふうになりましたので、 こちらね、普通に利用してね、あの、獲得できる方ね、まあ少ないと思うんですけども、修行ね、毎年されている方で、ちょっとね、狙いたいって方はですね、ぜひね、こちらね、狙ってみるのもね、いいのではないのかなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげると、とても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。